そう。全然落とさないな。ちょ、前回から3レベルも上がってるじゃない。あれから1時間ぐらい勝ってるんだけど全然落とさないんだ。5.5%。この数字さえ疑わしくなってくるよ。ネザー要塞の場所が悪いんじゃねえか。いや、ここでもかなり移動したんだよ。さすがにこれ以上移動はしたくないからここで集めたいんだけど。ちょ、なんだその抜け道は。うん、なんかショートカットできて探索しやすいね。そして謎の要塞の空間。一応ここも湧くのよね。そのはずだと思うけど。くっ、ガストか。ウィザスケ探しの時は本当に邪魔よね。あれ、なんか引っかかってる感じしねえか。ああ、本当だ、天井のブロックにちょうど挟まってる。あれ、これってもしかして、現世に送るチャンス。おお、ということはあの時の尽力がまた達成できるか。ちょ、どうしよう。ウィザスケの頭集めは一旦置いとくか。あら、く、ちょっと待てよ、そもそも黒曜石とか持ってたっけか。確かに、持ってきてないならそもそも現世には送れない。もちろん名札なんてないだろうしな。ちょっとシューカーボックスの中身を見てみるよ。おお、すごい入ってたぞ。マジか。ってことは、まさかリベンジできちゃう。だが火打ち石はないんじゃねえか。あ、確かに。でも最悪ガストにつけてもらえばいいんじゃない。あんまり現実的じゃないけど。でもネザーには砂利とかあるからワンチャンそこで出せないかな。鉄は持ってたもんな。砂利は結構あったと思うんだけど。うん、見渡した感じはないね。ダメじゃねえか。まあいいさ、僕ぐらいの実力があれば火打ち石さえいらないのさ。はいはい、フラグフラグ。そんなことないし。ただ、落下させたとしてどうやってゲートに入れるかよね。うーんと、後ろからパンチして無理やり入れられないかな。とりあえずゲートを作って。あれ、ダメージ食らってる。ちょ、もしかして。あー、逃げちまった。あれ、もしかしてこれ積んでる。せっかくダンスだったのに。これはさすがに積んだか。あー、もう油断したわ。どうする、諦めるか。そうだな、せっかく落ち始めたしゲートだけ作ってみる。ここまで寄ってくる可能性はかなり低いと思うが、このままだとなんか悔しいんだもん。めちゃくちゃ攻撃されてるから設置するのでさえ大変だろうけど。僕はその不可能を可能にする男だ。ふっ、攻撃されても動じずに黙々と作業してやる。ちょ、さすがにヤバくね。大丈夫だって。あ、ちょっとなんか溶岩が流れてってる。まさかの上から降ってくるパターンか。可能を可能に。ねえ、さすがにこれ以上は続けられなくなったな。あ、もうやっぱりガストを現世に連れていくのってかなりしんどい。やっぱりちゃんと準備万全な状態から始めなきゃダメね。それにもっと袋小路にいるやつじゃないとな。そして火打ち石もないとな。そうそう、編集してる時に気づいたんだけど、黒曜石が入ってたチェストに砂利が入ってたんだよね。ほんとだ。だったら普通に作れたじゃないか。というか編集してる時にって結構寝たいわね。だって普通にあったんだもん。まあ、今回はウィザスケの頭集めをちゃんとやろう。あ、ちらっと剣が見えてる。あれはウィザスケね。てかこの辺りにも砂利がいっぱいあるな。意外と普通にあるね。さて、そろそろ2個目の頭を落としてくれなきゃ困るけど。で、攻撃下手くそかよ。あはは、ジャンプ切りのタイミングがずれちゃったからさ。それにしても落ちないな。さすがにこのパートでしっかり3つ取らなきゃ。次回もウィザスケの頭集めとかさすがに飽きるぞ。まず2個目が落ちなきゃな。ああ、またゾンビビッグマンに手出してるし。だって全然湧かないんだもん。やっぱり数を減らして湧かせなきゃダメだね。地味にこのお掃除が楽しかったり。めちゃくちゃ危ない行動なんだけどな。って結構ヤバそうじゃないの。もうちょっと安全な場所を探そう。ふ、これでこれ前出たな。チキン戦法説明するなんてか。気づいたら行列ができてました。怖いなこれ。どんだけ来るのよ。喧嘩売りすぎなんだぜ。まったく。
よし、ちょっとずつ伊佐助が湧き始めたぞ。ここでそろそろ決めたいわね。じゃないと終わりが見えないからな。落とさずか。もう一丁。うおお、2個目の頭だ。いやー、やっと来たわね。全然落ちないから精神的にきつかった。アイテム整理もしなきゃね。あだ、ちょちょく、なんだよお前邪魔すんなし。あんたが発端なんでしょうが。あぶね、なんかトライデント使ってたわ。慌てすぎだろ。だって急に来たんだもん。さて、暗視のポーションを飲み直して再開だ。最後はすぐ落としてくれるといいな。あれからさらに3レベルほど上がりました。で、結局全然落とさなかったのね。またさらに1時間ぐらい経ったよ。ここまで落とさないのは運が悪すぎる気が。ま、あんたは持ってない側の人間だからね。それで人生損しまくってるもんな。やめろよそういうこと言うなし。あと3時間くらいかれば取れるんじゃない。さすがに今深夜1時だからそろそろ寝たい。で、そんな時間までやってたのね。お、さっきよりも湧いてくれてるね。この伊佐助のうち誰でもいいから落としてくれ。あれ？おお、3つ目の頭だ。落ちたー。ようやく帰れる。こんなに時間がかかると思わなかったわ。今までで一番時間がかかったんじゃねえか。ここでもう一個落としてくれないかな。ま、さすがにそんなうまいこといかないよね。さあそろそろ帰りましょう。村に帰って癒されたい。まあ、何にせよ頭を3つ集めることができました。頭を集めること自体かなり久しぶりだもんね。湧き潰しをしないとかなり効率が悪いよな。今度伊佐助の頭集めをするときは湧き潰しをしようかな。ハーフブロックを敷きまくるんだっけ。それも根気のいる作業だからな。一体いつ完成するのか。さあとりあえず帰ろう。 X 座標が2600。かなり離れたんだな。そう、多分飛んでるとまた動きがかっつくから注意しなきゃね。事故ってマグマダイブなんてことは。いやそれは笑えないってマジで。だったらエンダーチェストにアイテムをいろいろ入れておけばいいじゃねえか。それはちょっと面倒だな。で、そんなこと言って本当にダイブしても知らないからな。大丈夫、ネザーでの飛行は慣れてるから。はいはい、フラグフラグ。そんなことないって。あれ？あのガスト挟まってなかった？そうでもないみたいね。この辺りから結構かくついてきたな。慎重に行かなきゃね。多分動画が見にくくなるから倍速していくよ。帰ってる時に面白いものとか見つからないかな。おっと、何攻撃食らってんの。いやまた挟まってなかったかなって。もう今回は無視して帰った方がいいわよ。まあ危ないからね。お、ここにもネザー要塞か。あ、こういうのだよこういうの。見通しがいい要塞。こういう場所だったら伊佐助も探しやすいでしょ。マグマダイブの可能性が高いから結構危ないがな。でもこの辺り周辺を湧き潰しすればかなりやりやすそうだね。ついでにそこの伊佐助を飼ってみようかな。おまけの頭とか落としてもいいんだよ。あ、ちょっとやばい。ま、冷静に対応できちゃうけどね。びっくりしたじゃねえか。ふっふっふっ、僕は何度でも不死鳥のように蘇るからね。何が不死鳥だよ。そのままダイブした方が動画的に良かったわよ。ごめんそれは無理だって。これだけ大変な思いをしたんだから頭を落としてくれても。だが現実は非常だな。まあいっか、そろそろ帰ろう。画像を覚えといてまた来よう。帰ってきたぞー。いやー、なんか今までで一番苦労したから嬉しさも倍増だよ。そうね。そういえば今回の目的って進捗達成だったわよね。あ、そういえばそうだった。で、忘れてたんかい。いやだってずっと頭集めに集中してたからさ。でもこれで次回ようやくウィザーと戦えるわね。どうやって戦おうかな。さすがにハメ技で戦うのは強ザメだぞ。それはしないつもりだから安心して。さすがに地上で戦うのは怖いけど。海とかで戦ってみる。栄養とか戦いにくいじゃないか。まあでもいつもと違った戦いは見てみたいよな。どういう方法で倒すかはまだわかんないけど頑張ってやっていこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。さあ次回はどういう感じで倒されるんだろうな。僕の方が倒されるっておかしいだろう。